おつかえちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですねこちらマジアチアウォールブレイカーのやっていきたいなと思います。でマジアチアウォールブレイカーにこのボムタワープラストルネードがね、入ってる方は前もねちょっとあったんですけど、ポイズンとかがねその時はあって、まあ、バルキリーとかだったんですけど、またね新しくここ最近すごいねこうサイル値が高いヤリゴブリンですね、すごい評価されてますね。まあ、このヤリゴブリンが入ったウォールブレイカーね今日やっていければいいかなと思いますという形でね、まあ、やっていくんですけど、ですね、まあ、皆様に報告がありまして、YouTube ねチャンネル登録者数がなんと13万人行きましたと、まあ、いうところでね、皆さんありがとうございますと、まあ、いう感じなんですけども、ありがとうございますまあこれからも普通に今まで通りね、なんかまあ僕らしくなんかいろいろ動画上げていくんでね、これからも見ていただけると非常に嬉しいかなというところでございます。これワンチャンキングキド、あ無理だった、いやでも強い、 OK というわけでいい感じに、守っていけそうなんですけども、相手のデッキがやばいよ、やばいよ、やばくない、待ってマジでやんちゃすぎる。でも相手これゴレバルンですね、ゴレバルンクローンで、まあ、コスト使ったんでさすがに入りますね。でゴレバルンクローンデッキなんか多分いるんですよ、ファルチェが入って、あとロケットも入ってる、結構テンプレもなんか有名な形があるんで、多分まあそれだと思ってね、まあ、戦っていければいいんですけども、これ最後に削るファイボとかポイズンとか中型スペル呪文がねないんですよ。まあ、なのでなかなかね最後の最後削りきるのはちょっと大変じゃねって思うところがあるんですけども、攻めとるんですよね、端前マジアチャプラストルネードで、もうゴリッゴリにね無理やりマジ入れていきます。よいしょ。というわけでね、待って、これマジアチャ位置左端でよかったですね、ボムターンを組んでロケとかで巻き込まれると良くないですね。まあいいや。さあというわけでね、まあもう残り600、700とかいったら一生攻めトルネードで、まあ、無理やり削っていければいいかな。でもうウッドとかで削りつつ無理やりでも回してね、いい感じに。これはトルネがあるからトルネいらないかな、なんならいらないっすね。 OK 神判断からの、いやここでスケルトン部隊いきますね、スケブ読みトルネ、やばい、さすがにからの、相手もこれはまあ相性もね非常にいいと思うんですけど、ちょっと久々のウォールブレイカーですね、ここ最近というかあんまなんかねちょっと見る、昔よりはねなんか見るのがちょっと減ったんですけど、ウォールブレイカーを全然まだまだ戦えそうですね。あこれ巻き込むまこう見たら普通に現役というかまだまだ強い、まあ、ウォールブレイカー系はですねやっぱ最近流行りの、まあ、ロイジャイに入ってるハンターだったりトリトン、まあ、普通にハンターとトリトンのこう採用率が最近すごい高いんですよ。で、ウォールブレイカーってハンターで普通に完封されるんですよ。てか、なんなら、ディガープラスのウォールブレイカーをするじゃないですか。そしたら、ウォールブレイカーにだけハンター当たられると、普通にね、ハンターの、攻撃でウォールブレイカー処理されて、まあ、ディガーは許容されて、なので、まあ、5コスを4コスで抑えられ、しかもそのままカウンターが来るっていうので、ハンターが単純にきついんですよね。まあ、なので、ウォールブレイカー側は、ハンターが来たら、まあ、攻めウッドをするだり、まあ、なんかこう、ハンターを読んだ位置にディガーを飛ばしたりだとか、まあ、あとはディガーの受けとしてトリトンがその厄介っていうのもあるんで、まあ、結構ね、こう、なかなか輝けない環境ではあるんですよね。ここ最近ね、エレキとかマスケが下放されて、まあ、その分ね、あ、これ、居抜きます。その分、こう、エレキマスキに弱かったハンターが強いっていう環境なんでね、最近は。さあ、とりあえず今回の相手は枯渇ですね。対戦相手、枯渇クランにもいるんで、まあ、枯渇でしょうという感じなんですけども。これ遅れてからウォールブレイカーしよう。あはー、めっちゃいいギャングそれは。テスラ？アイスピュット？なんならアイスピュットだっけ？え、一発？オッケー。で、僕、トルネがあるんで、これ、ウッドを使ってもいいと思いますね。キング起動しちゃいます。キング起動、ナイトとトルネ。まあ、トルネだけでもいけますね。よし、これはトルネだけで、キング起動して、まあ、こうなれば、まあ、僕としては有利ですね。で、まあ、一つ枯渇に対してトルネとウッドがあれば、負けるわけないじゃんって。いや、神相性引いてて腐って思われる方が多分いると思うんですけど、意外とそうでもなくて、
そうなんですよ、こう今されたんですけど、相手がもう分かってます、うまいですね、これは攻めとるねっていうか攻めロケですね。攻めロケをされて僕がディガーを一生拾われ続けると、あのダメージ削り量で勝てないんですよ。そう、これもギャング読みとかしてるんですけど当たんないっすね。そう、まあ、これ攻めとるにすればいい話なんですけど、マジでやってしまったな、やればよかった。そう、ロケット削りプラス、まああとウッドで地味に削られる。で僕はまあなので端前マジアちゃんでどれだけ削れるか、まあ、ディガーは多分本当にナイトとかギャングで抑えられちゃうんで、端前マジアちゃんでどれだけ削れるかで今回の、ね、対戦勝てるか勝てないかが決まってくるんじゃないかなと思います。いやで、こかつ神相性に見えるんですけどね、さすがに勝てますよ。相性は悪くはないと思います、間違いなく悪くはない。いやー、そのウッドがうまい、ちょっと俺が下手か。そうやったら気づいた。これ端前プリン警戒して、オッケーオッケーオッケー、こういうねダメージ減らしていって、なんならこれマジアチャリ抜きたいけど相手は気づいててのナイトフター、ここではマジアチャリイメージ処理しますね。いやー、久しぶりに使うなー、マジアチャ強いっすよね。いや、いいインフェの位置すんね、あれエッチいっすね。さあ、これはマジアチャか。いや、マジアチャ強え、マジでやば、久々に使うっすね。ちょっと興奮しちゃいますね。これはまあロケなんで、高めマジアチャ一生置いとけば相手としても辛いと思いますね。高めマジアチャ、あ、待って、これたまたまプリンセス読みディガー、うまっ、よしよし、あー、これは引かれる。でもこれに今ナイトとか来たらもう無理やりやっていきます。てかナイト絶対来るでしょ。さあ、これでもうタワーダメージ稼いでいきます。てかなんならこれが強いデッキですね、このデッキは。あ、待って、これごめんなさい。煽りとかじゃないんですよ、決して。ただただ端前マジでちょっとミスっただけですね。で、まあ、キング起動してるんで、これは結構気持ち許容もできると。まあ、いうわけで、ここまで来れば、さすがにあとロケ5発ぐらい打たれないといけないので、まあ、大丈夫そうな気もしますが、さあ、ウッドとかでもう攻めつつね。で、まあ、トルネがあれば守れると。なんなら槍ゴブリンとかでも守れそうですね。さあ、おい、ナイス、オールブレイカー、グッドゲームと。まあ、いうわけで、まあ、中型スペルのね、ファイボとかポイズンとかがない分は、全部ね、攻めとるので、攻めとるねでゴリゴリでね、やっていくという感じでやってもらえれば、全部、何にでもね、戦えるんじゃないかなと思います。まあ、ソラーが気持ち薄いので、ボムタワーの爆破をしっかり当てていったりだとか、まあ、ボムプラストルネで結構耐えていかないといけないかなという感じで、ございます。さあ、今回の相手もやりこぶりんですね。あ、待って、ミラー対決あか、なんか最近エリババプラスのウォールブレイカーデッキとかもいるんですよ。エリババがね強いっていう、本当にこう考えられない環境なんですけど、なんかラバーにもゴリにもジャイにもね、ホグとかなんかクロスとかにもなんかエリババ入れてグラチャレかな12勝してる人とか見て、いやいやいや、お前さすがにやりすぎだろって感じなんですけど、まあ、とりあえず、今回相手はウォールブレイカーなんで、もうマジアチャーあるかな相手。あったらだるいけど。ボムタワー置いとくだけで、置いとくだけ相手絶対きついっすよ。で、あ、これもキング起動っすね。キング起動して、オッケーオッケーオッケー。あー、これでもちょっとやばいか。あ、待って、ナイトとやりこぶり間違えた。ちょっとやばい。いやー、待って、これ右と左の判断も逆だった。痛えよ。まあ、痛いんですけど、皆さん、キング起動したんで、なんなら有利ですね。1100のダメージ差ありますけど、キング起動した分で、リードしてると思いましょう。相手のスペルがね、ファイボがあると思います。これ、端前、ダメージ、あは反応が GG なんだよな。さあ、これ相手何できる？ハンターやりゴブ。ディガーとかしかなくない？ワンチャンエリババ？ああ、ファイボが普通にやりますね。で、このやりゴブ無視される？あ、ディガーが無視されるんで、まあ、無理やり追加してね。反応、おじいちゃんはやっぱお互いなんですね。端前やりゴムにウッド間に合わない説。検証したい。ウッド使ったっすね。今、ウォールブレイカーしたら、ハンターで対応してくるんで、ワンチャンマジアチャで射抜く説はありですね。頑張ります。ああ、親衛隊出てきちゃった。で、ファイボ持ってたら、なので、ボムタワーと近くにマジアチャ出すと、ファイボで撃たれるので、よいしょ。ボムタワーを積極的に壊しに行きますね、お相手さんは。とりあえず低めにユニットで耐えて、オッケーオッケーオッケー。いや、キング起動マジででけえ、本当に。本当にでかいっすね。
で、橋前マジアチャで気持ち射抜きたいな。射抜きたいけどな。まあ、まだ待っていいですね。負け筋になるかもしれないですね。射抜くと。さあ、とりあえず。これ、ウッドしないとやばいな。ウッドして、左、オッケー。右はね、受けていいですね。気持ち。からの？からの？あ、ディガーで削る。あれ、これ攻め取るね、しろって言ってるでしょ。死にたい来るかな？マジで。あー、来たな。よかった、しなくて。で、マジアチャと、まあ、ナイトとね、両サイドに分けて、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。いや、ボムタワー、お前。めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。いや、痛ぇ。やべえ、このダメージやばいっすね、マジで。多分、檻ともう一枚が間に合うか。うわ、めっちゃいいハンター出すな。これもちょっと一回無理やりいきます。無理やり行って、待って、入ってね、入ってね。うわ、やべ、入ってね。バカ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 。これでも攻めていいな。攻めて攻めて。もう一枚？いやー、やばい。無理やりでもちょっと攻めていいですね。オッケーオッケー。で、ファイブ使ったんで、でも相手は。で、こっち側に基本的に攻められそう。オッケーオッケーオッケー。ここを延命して、こっちウッドで耐えて、オッケー。いや、マジでしょ。よしよしよし。ウッド使いましたね、相手。で、僕はちょっと攻め、マジでちょっと射抜きたいですね。オッケーオッケーオッケー。ここ一回ステイして、ディガーだけでね、ほどほどにね、ほどほどに行くよ。ほどほどに行って、いや、これ MP いらなかったかな。行って、待って、死にたい、痛い、死にたい、バカバカバカで、相手ファイブあるんで、あ、ここで壊してからの始めマジでちゃう。お、待って、なんならたまたま、たまたま一発一発も入んねえのか、お前バカバカバカ。いや、一発入るんかい。なんやねん、なんやねん、なんやねん。そう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 。やばいやばい、めっちゃいい試合してる。これ、裏ディガー。拾え、拾え、バカバカバカ。いや、これ、やりゴブリ、やりゴブリ、やりゴブリンを射抜いて。いや、もう無理やり無理やり無理。オッケーオッケー、危ねえ。危なすぎるだろ。ちょっと待って。いや、でも、本当に、これを、しないと当たり前にしないと勝てないデッキではありますけど、結構簡単なんでね、やってみてください。足前マジでちょ無理やり置いてトルネ適当にこうやっとけば本当にそれだけで、まあ、今さっきもファイブウッドとかで多分落ちた説あるんですよ、僕のタワーが。なので本当ギリギリなんですけども、オッケーオッケーオッケー。いやー、まあ勝てただけちょっとねマシですね。さあ今回はどれぐらい抜けるかな。もう、射抜かないと勝てないっていう。よいしょ。さ、タルババヒースピ。おー、親衛隊ですね。親衛隊めっちゃ左右率高いですね。まあ、親衛隊に対してボムとか置いていいと思いますね。まあ、相手にマジアチャとかムートとか、まあ、これホバとかあるときはまたすごい変わってくるんですけど、一旦置いちゃいます。で、あれだな、ロイホグとか来るかな、もしかしたら。やべえ、アドがやべえ。ホバリングがあるなら、次から先置きボムタワーはマジで置けないですね。でもこのデッキ、ホバリングどうすんのみたいなデッキしてますね。なんか気合で、マジで気合で頑張るしかないですね。だいたいファイボー、親衛隊ホバなんで、なんかザッピー、ロイホグが入ってる、結構ザッピー、ババコや、ソロイホグが入ってる、ここ最近ね、すごい、なんか、いる、重いデッキかな、なんか、いるんすよね、すごい重いんですよ。重いけど、物量が強すぎて、結構デッキパワーがある、おすすめデッキですね。さあ、とりあえず、まあ、高回転で僕はマジアチャが回るんで、さっき相手5打ってから、カードがそんな回ってないと思うので、よし、後ろマジアチャでね、なんなら様子見る、かつ、ウッドで削っていきます。ウッドで、さあ、削り、ホバーとかなんか来たら嫌だな、これ。これやばいっすね。なんなら延命してあげる。よしよしよし。で、ここには多分タルババを使ってくるんですよ。このマジアチャイね。まあ、そこを、あ、親衛隊か。まあ、親衛隊でもいいんだけど。で、まあ、ロイホグ相手だけど、まあ、普通に使っていいと思いますね。ボム使って、次来たらキング起動もできるし、なんなら回転が早いから、僕は。うわ、相手もなんかババコヤ壊させないように延命するのはちょっと嫌ですね。ああ、いや、来ると思ったな、あのホバ。このホバーさっきからというか、これからちょっと警戒して延命していかないと結構やばいですね。
で今相手はケツ親衛隊層大チャンスって感じですね。いやーこれやばいよーマジで結構やばいっすよね。なんか流れが、あ、でもファイボサイクのは美味しいな。それファイボサイターで僕はもう回転早めに回したらもう一回ボムタワーが回るんで、オッケーオッケーオッケー。なんならこれトルネで無理やりこのボムの爆破でね散ってくれっていう。いやマジやつ、しかも生きてる、やば。鬼入ったらいてるし、ディガー地味に飛ばしてたのが削ってますね。でババ小屋を壊すためのウォールブレイカーで、まあ橋の真ん中とかにホバが来んのかな。なんか際どいな。あー橋じゃねえ、そっちか。いや橋か、橋っちゃ橋ですね。でまあ積極的にちょっとあれっすね、ディガー飛ばして、これザッピーのターン、ザッピーのターン、これ一体入るんじゃね。うっ、ドドン。いやでけえ。いやこれあれっすね、回転が早いんだよ僕の。まあボム高回転が相手からしたらきっちりって感じか。さあとりあえずマジ打ち置いて、これはボムタワー対策のホバリングですね。でもこれちょっと守れそうなんで、今の間にこう攻めちゃいますね。攻めて相手に防衛無理やりでもさせて、オッケーオッケーオッケー。なんだろ、あ、ドゥドゥン。いや最後橋前マジ打ちで勝ちて。待ってこれ橋前マジ打ちやべえかな。待って、いややっちゃいます。一発、あ待って、マジ打ちじじい、マジ打ちじじい、いやいや二発、いやなんなら延命してあげて。いやババコヤ殴ってる、めっちゃ強いやんお前。えこれはあるぞ、あなんかもうダメージでなんかあれ、ウェイウェイって感じでね。いやーまあマジアちゃんちょっとね久々に使ったけどめっちゃ強いですねこれ。まあしかもトルネと合わせれば相手が施設とかで対応してこない限りは、まあ、何で対応してきても全部無理やりトルネでね、まあ、ダメージ入れられるという最強技なのでね、ぜひ皆さんも、このマジアチョウォールブレイカー使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。